ルーマニアの2000記念ポリマー紙幣ポリマー紙幣は材料として合成樹脂を使用した紙幣であるプラスティック紙幣とも呼ばれるオーストラリア準備銀行とオーストラリア連邦科学産業研究機構の共同開発によって作られ1988年に通貨としてオーストラリアで発行されたのが最初であるまた同国の技術供有もしくは受託生産によって 現在世界20カ国以上で同様な紙幣が製造、発行され流通している。従来、紙幣に用いる紙の原材料として、耐久性がある麻や綿が使用されてきた。だが、これらの材質は一般でも調達可能であり、偽造紙幣を製造することも可能であった。なお、布や比較で作られた紙幣などもあるが、あくまで例外的である。世界で最初に紙、布、 川以外の素材を使用した紙幣として発行されたのが、デュポンが開発したポリエチレン繊維による合成紙によるものである。アメリカ合衆国の民間紙幣印刷会社であるアメリカンバンクノートカンパニーが1980年代前半に生産したもので、実際にコスタリカとハイチがタイベックによる紙幣を発行した。また、エクアドル、エルザルバドル、ホンジュラス、および ベネズエラの紙幣も視察されたがこちらは正式に発行されなかった。これらの紙幣は印刷されたインクが熱帯の気候のために溶け出すという事例があり耐久性に問題があった。また、イギリスのプリンタブラッドベリーウィルキンソン社もタイベックを使用した満刀の1ポンド紙幣を1983年から1988年に製造したが、その後は タイベックを使用した紙幣は生産されなくなった。これはタイベックは印刷が可能で丈夫な材質であったが、スカシといった偽造防止技術を取り入れることができず、また、死模様といった多色印刷ができない上に流通しているうちに印刷インクが摩耗する欠点があったためである。その後、現在見られるようなポリマー紙幣がオーストラリアで開発された。ポリマー紙幣の導入も オーストラリアでも1967年に通貨偽造事件が発生しており、近年のカラーコピーの飛躍的な性能向上に伴う偽造事件の増加が懸念されていた。そのため1968年から場は、白との共同研究をはじめ、紙幣に対する偽造防止として1972年に提案された技術が元になった。この技術とは、 透明な合成樹脂のフィルムに白いインクを印刷し、不透明化した上で従来の印刷を行い、その上に流通しても摩耗しにくくする保護膜をコーティングするものである。またオーベドを入れる部分は印刷をしないため、向こうが透けて見える。またこの合成樹脂による紙幣用紙は非線維質かつ、非多孔性の素材であり、紙による紙幣と比べて耐久性や防水性に優れ、 対応年数が長く、機械加工がしやすい上に、引き裂きにくくて、再使用も可能である。難点といえば、生産コストが高く熱に弱いこと、そして従来の紙による紙幣よりも手さばきが異なるため、現金自動支払い機や紙幣識別機で扱うために、特別な技術を開発する必要があったことである。だが、ポリマー用紙の確保と高度の技術が必要であるため、 偽造するのが困難であり、カラーコピーに対する偽造防止技術をポリマー紙幣に盛り込むことも可能であるため、紙幣の偽造抵抗力が飛躍的に向上した。また、製造コストが高くても長持ちするため、結果的に安上がりになる利点がある。そのため、オーストラリアなどでは、一般に使用頻度が高く寿命の短い低額面から、ポリマー紙幣が導入された。ありがとうございます。